将棋の渡辺明九段40が21日までに X、旧 Twitter を更新。藤井聡太王位、竜王、名人、王座、棋王、王将、棋聖イコール22に挑戦中の伊藤園王位お茶杯第65期王位戦七番勝負第4局で敗れたことについて言及した。佐賀県唐津市、陽陽閣で行われた第4局は19日午前9時からスタート。2日制の20日午後6時24分、100手で敗れてシリーズ1勝3敗となり角番に追い込まれた。渡辺は X を更新し、先手番なのに早々と悪くしてしまい、どう粘るかという将棋にしてしまいましたと書き出した。続けて、勝負手を探すために時間をはたいて封じ手にしてるのに、その時点で失敗してるけど、それが発見できてないし、感想戦で出た上向き黒三角35カツラなら難しいところもあり、局後にすぐ藤井王位に指摘された、と記した。さらに、本譜、バサバサと駒を切って76手目三角56歩までの手順も見えてなく、もう少し粘れるのかと思っていましたと綴り、ひどい内容で恥ずかしいですと本音を吐露した。渡辺の投稿に対し、渡辺先生、対局お疲れ様でした。前日から苦しい時間が続く将棋でした。次局は後手番で厳しい対局となりますが、ここを勝ち切ればまだまだタイに戻すチャンスは十分にあります。ゆっくり休んで体調を整えた上で臨めることを願ってます。恥ずかしい、なんておっしゃらないでください。良き対局を拝見させていただきました。ありがとうございます。そういう時もあります。藤井王位、矢倉対策に急戦で仕掛けるの研究していた感ありますね。来週ぜひとも雪辱してくださいなどと書き込まれていた。第5局は27、28日、神戸市中野坊瑞園で行われる。藤井が勝てば王位戦5連覇と永世王位獲得となる。